殺伐としちゃった。あその時のプロレスのファンがね、俺のところにあのカミソリとね鼻毛を送ってきたのね。変な鼻毛ですか。うん、鼻毛を送ってくるんですか。そうそうプロレスのファン、プロレスのファンってやばいんだよ。本当に猪木さんのもう信者。あれは小山先生と置いたなかったり潰せって言うしね。あそれはまだ32だったでしょ。まっすぐだったから。もうその試合潰すつもりだったんですか。そうそうそう。あ、本当潰すつもりだったんですか。150人入れたっていうのはね、はい、ちょうど新格闘術の俺は組織委員長だったわけ。あ当時中にはこの猟銃持ってきたりナイフ持ってきたりとか。それあの関水流のね、はい、水谷さんがあの人は名古屋のヤクザになって売名行為で最初ヤクザなんですか。そうそう。まあ、実際に、まあ、そのプロレスにしろ格闘技にしろ、まあ、空手にしろ興行に、まあ、今でいう反社会勢力、うん、反社の人が関わってたっていうのは、うんまあ、当時、まあ、それはありましたよね。もう昔からね、あの漢字元って相撲の世界からね、はい、芸能からね力道山なんかもそうそうでしょみんなね。あの、まあ、プロレスの世界、まあ、某先輩が、まあ、このあの営業してたんですけども、その反社の人にチケットを下ろすときっていうのは、うん、折半で下ろす、うんまあ、その男気のある反社の人で、うん、いや俺折半なんでその手数料なんていらないの全部持っていけよって言って、うん、定価で買ってくれたらしいです、うん、何百枚も、うんうん、だけどその人はその会社に報告するのも折半で下ろしたって言って、うん、間を抜いてたんで、そういう話も結構ありましたもん、ね、結構あるある。任侠の人は顔役が応援しないと興行成り立たなかったんだね。俺なんかも高齢圏でずっとやってダフ屋に流しちゃうんだよ。あ誰がダフ屋流して黒崎先生がダフ屋に来てんだよ。黒崎先生待ってよ関係者黒崎先生本人がダフ屋言ってさ、で黒崎先生の前に外のばっかしだもん。あ笑っちゃうよ。誰が言ってんだ黒崎先生言ってんだよ。で金使って高齢圏金払われんだもん。会場しか住んでんじゃん。新格闘技潰れちゃうよ。黒崎先生お金払われんだよ。あこの間ちょうどいい先生もなんかそんなこと言ってましたね。だから、うん、黒崎先生に黒ちゃん黒ちゃんっていうのは松田さんぐらいしかいないもん。お金言ってんだもん。お金はあんまりこうちゃんとしなかったんですか。だらしないっていうかあの石川徳福お金に汚くないだらしない。みんな使っちゃうの。まあ酔い腰の銭は持たないみたいな。で藤原なんかかわいそうで家取られたりしてたんだもん。俺あの手形の俺のそういうのって箱を押してさ、はい押して回したんだ手形。あ手形割ってきたんだもん。それあ先生使っちゃうんだもん。お金に関してはもう全然ダメ。あ、うん、もったいなかったね。その中選手育てたのにはもうピカイチだね。うん、だから所沢に昔打倒黒崎道場って書いてさ、はい、黒崎先生あどうやって先生強くさせるんですか。そういうの月謝持ってこいって月謝持ってこいって言って面白いんだよ憎めないんだよ。あの先生なんとなくね、うん、金なんか返さないですよ借りたら、うん、絶対返さないよ。じゃあお金に関してはちょっとルーズになってる。そうそうそう。なるほどですね。では次の質問いきます。添野先生って男気があって一本気だと思ってたけど性格は瞬間湯沸かし器だと勝手に思い込んでますと、うん、小島の本とは関係なく、うん、この動画を見て印象が変わりましたと。まああの創水の印象的に、まあ、ちょっと怖いっていうイメージだった人が多かったみたいなんですけども、まあ、実際にこの僕の動画の方でこの子供たちとすごくあの優しく触れ合ったりとかですね、まあ、あの印象が変わったっていう人がすごくいっぱいいるんですけども、うん、そうこれ今はもう75で5、6になるんでしょ、はい、いつまでも昔見たくやったらバカと間違えられちゃうよ。あそうでしょ。瞬間湯沸かし器ってあだ名つけたのは梶原先生がつけたわけ、はい、で梶原先生の同級生唐田さんつってね統制会の京都支部長だったのね、はい、酒飲まなかったいい親分だ。そこで道場やったのね、はい、大阪の指導官、はい、そこで酔っ払ってあの僕と松本君とかね松井君とかボコボコにしちゃったわけ。僕と昭和さんですか、うん、それで頭して隣道場だからこう言ってねスーパーセーフ公式のねハンドロスでね、はい、そこでバカーンって叩いてそこでドーンって伸びちゃったゲロして死んじゃうんじゃないかなって勝ちやすいお前瞬間やらかしきたなってね。そこでその瞬間湯沸かしきというあれなんですか。そうそう梶原さん言われたお前瞬間湯沸かしきたよ。実際僕もこう総帥とこうあのいろいろ接させていただいてすごくあの面倒見がいいというか、うん、あの男気があるすごくいいすごい総帥だなと思いましたね、はい、だからそれは年がだんだん経ってくると、はい、変わんないとさ
高校生ね、若い頃はね、もうめちゃくちゃやったけどね、だんだん年取っていつまでだったらね、バカと間違えられちゃうからね。ただやっぱその今の若い子の山田君とか平沢選手とか、うん、まあ、あの総選にこうついていくっていうのはすごく分かるかなと思いましたね、うんうんうん、はあ、では次の質問いきます。そしてこれはですね、今も、まあ、都市伝説的にまことしやかにこう囁かれているお話なんですけども、まあ、大木金太郎さんの話についてなんですけども、うんうん、まあ、力道山先生が、うん、を大山総裁が力道山先生を、うん、まあ、侮辱したとか、うん、いうことを、まあまあ、大山総裁が力道山先生が勝ったことのない外国人選手に勝った、うんうん、だから私は力道山より強いと、うん、ある雑誌で発言したことについて、うん、まあ、大木金太郎さんがそれに関して怒ったと、うん、で大山総裁にこう対決を迫ったと、うん、いうことで、まあ、そこからこういろいろあって、うん、まあ、韓国に、うん、あ、大木金太郎さんが逃げたと、そこで資格を差し向けたとか、総帥に取ってこいと言ったりとか、まあ、いろんな噂があるんですけども、この話に関していかがでしょうか。これは大山先生が悪いんじゃなくて、どうしても梶原先生が大山マスターズを上げていくと、力道山っていうすごいスーパースターいたんですよ、はい、でよく大山先生は力道山有名で、そのうち自分は有名になるんだって言ったの。だから猪木金太郎さんからしてみれば力道山先生じゃないですか、はい、で梶原先生の書き方は誰かを落とさないとその人は上がらないじゃないですか。相撲から大関だって横綱を倒して二場所優勝しないと大関から横綱になるんですよ、はいはい、で人気もやっぱり力道山がもうスーパースターで、もう大木金太郎はもう先生じゃないですか、はい、それは大山先生じゃなくて梶原先生がそういうどんどん空手ばかりで打っていっちゃったから、あ、でそれを見て大木金太郎さんはちゃんとした記者会見じゃなくて、はい、新橋の喫茶店かなんかで、はい、トースポの人におたてられたんだよ。あ、で結構トースポおたててね、竹志軍団作ったりね、はいはいはい、トースポを面白く壊しちゃうの。あ、でも当時のトースポってまあそういうのありますよね、うん、そう桜井さんが頭いいんだ桜井さん結構ね、それで喧嘩させちゃおうっつってね、なっちゃったわけ。あ、で乗っかっちゃった大木さんもかわいそうなんだよ、力道山先生バカにしたって、小山マスター勝負しろって、もういいおじさんじゃん、はいはいはい、それで柳川さんと仲良かったでしょ。あ、うん、で韓国でほら向こうでみんな友達だからね、はいはい、で小山先生聖路加病院入っちゃうの、はい、もうで俺こいつって呼ばれて、はい、なんとかしろってなったわけ。聖路加病院入ったのはどうしてあれですか。病気都合が悪いと入っちゃったんだよ。入院したということで、そうそうそう、入院してるという、そうそうそう、病院の中に入ってた。そう、うん、そこで必ずちょっと来いって呼ばれるのは僕なの。でその時大山シールシャンなんかは、あんな野郎力道山見たく泣いてんのかっつって帰っちゃうの、アメリカ帰っちゃうわけ。あ、でみんな大きいこと言ってもやらないわけ。あ、で大山先生も、あ、そういうのはちゃんとやるなと思ってたわけ。山崎照友君も佐藤塾長もそういうの好きじゃないから、あ、頼まれたらやりましょうってなっちゃったわけ。で体かけろっつったからね、やりましょうっつって体かけろ、そうそう、片手取れってなってた。片手取れと、片手片手、へえー、もう折ってこいみたいな。そうそう、で俺も体かけますよっつってね、はい、じゃあ先生面倒見なきゃなんねえかなってさ、まあ当時のお金で結構、まあ、3000万5000万かわいそうだから、まあ主客にヒットマンにあげなきゃなんねえから。ヒットマンに、そうそう、で小山先生はいや、うん、あいつ韓国人だから、自分も韓国人だけど、はいはい、ちょっと相手はなんだと思ったのね。そんな大したことないよ、まあ、戦後のどさくさのなんか感覚だから、はい、そうなっちゃうとやれやれやれってなっちゃう。で柳川さんの耳入って、柳川さんに怒られて、大木金太郎さんいつの間にかそのままうやむやになってたわけ。あ、でそれでかっこ悪いからまた記者会見したわけ。で梶原先生の盾弁護士が出てきて、一応手打ちっていう形に取ったわけ。東北なんかどっかにあるよ。あ、そん時お前行ってこいってなったわけ。
だから大山先生の嫌なことをほとんど俺やってきたんだよ。総帥が汚れ役を担ってきた。そうで大山先生死んじゃって大山先生の奥さんから電話あって三峰にお墓研修作ったやつでね、それ大山先生の奥さん頼めこれ多分宮本君見てね あれに言ったはいよ、あの浜ちゃんに、はい、これはねこの間、はい、宮司さんと合わせようと思って、はい、雨って大山の奥さんでしょ、で俺うん、これね大山先生の奥さん千秋子さん本当は照子さんっていうの、はい、あそうなんだ、そうで俺はこれ一筆も取ったんだよ。でその時は松井翔慶君、はい、同じ。二人だから、それで俺、取っちゃっていいですか？いいよ、だからおしゃべり浜ちゃんは分かってないから、で、松井君から5000万出して全部1億円ぐらい買った。これ戻っといて。それで亡くなった時に大山先生の遺骨をそこもらったって、で、そういうのさ、みんなにあげてって。大山先生、本当に飲むいやいやいやこれで、まあ、大木金太郎さんの話に戻るんですけども、うん、まあこの時に時のパク大統領も仲裁に入って、うん、まあ、同じ同胞同士、うん、いざこいだ、いさかいないようにと、うん、中を取り持って、うん、パク大統領からいくらかお金が流れたとか、うん、お金が流れたとか、うん、そういう話もあったんですけど、ね、大木金太郎さんはね韓国で英雄なの、はい、もうすごいんだよ。それで大げさになってたわけ。あで、まあ、韓国の人たちしてみれば同じ同胞で喧嘩するの良くないってことで、はい、柳川さんが間に入ったんだね。じゃあこれパク大統領から、まあ、お金がいくらか流れたというのは本当だったんですか？うん、それよくわかんないんだね、うん。まあ、でもまあ仲裁に入ったということですね、うん、なるほどですね。まあもしですね、まあ、大木さんと大山総裁やったら大変なことになってたと。おじいさんだからな、まあ、両者ともにこう周りの雑誌が、うん、そうそうそう、騒いじゃ、マスコミで騒いじゃったんだね。まあ、そういうのは、まあ、なんか今の小島さんの状況によく似てるような、マスコミ面白く壊してやっちゃったから。まあ、そういうところありますね。まあ、そういうのは本当に、まあ、いけないことですけど、ダメなことですね、うんうん、はい、では次の質問に行きます、はい。では次の質問に行きます、はい。あ、これはですね、総帥が、初代タイガーマスクやブッチャーが入門したことがあるそうですが、うん、ということなんですけど、これブッチャーは所沢道場来て、はい、抜き手のやったりね。抜き手、ブッチャーの地獄好きは、総帥が。それで、三沢君が寮に入ってたの、1週間。所沢寮に、まずかける前ね。はい、川田さんも。うん。それで、馬場さんのとこ行って、はい、パンって蹴ったわけ。はい、で馬場さん面白いんで、三沢君太いじゃね。はい、俺、細いパチッて切れるわけ。はい、だから馬場さん、なんでそういうの先生みたいに蹴れねえのかなって言うわけ。はい、それであれちょっと30分か1時間教えて、はい、馬場さん